電検参集理論、令和4年、神木、問い10を解いていきます。この回路において、スイッチを閉じた後、この抵抗 R で消費された電気エネルギーを求めようという問題です。静電エネルギーの公式は、これになります。今回は、この1 2分の1かける C 分の Q2 乗を使っていきます。スイッチが閉じていない状態で、静電エネルギーがいくらあるか計算します。スイッチが閉じる前のエネルギーを U1 とします。 2分の1かける静電容量は4ミリファラドなので4かける10のマイナス3乗電気量は0.3クーロンよって括弧0.3の2乗これを計算すると11.25になりますスイッチを閉じますこの時ここに0.3クーロンが溜まっていますがスイッチを閉じたことによってこちらのコンデンサに q ダッシュクーロン移動したものと考えます。 そうすると、こちらの電気量は、9ダッシュクーロン減りましたので、0.3マイナス9ダッシュクーロンになります。こちらのコンデンサには9ダッシュクーロン移動しましたので、92イコール9ダッシュクーロンとなります。この時の、この両側のコンデンサの電圧は、VV となります。ちなみに、抵抗 R には電圧はかかりません。なぜかというと、問題文に時間が十分に経過して、 加藤現象が終了したと書いてあります。つまり、電荷の移動がないわけですので、電流は0です。電流0なわけですから、0×r で電圧は 0V。なので、抵抗 r における電圧は考えません。ところで、q イコール cv という公式があります。この式を変形して、v イコール c 分の q とします。では、こちらの電圧 v を式にしてみます。 こちらにおける静電容量は 4mF なので 4×10 のマイナス3乗。電気量は0.3マイナス9ダッシュ。こちらの電圧についても式を作ってみます。静電容量は 2mF よって 2×10 のマイナス3乗。電気量は9ダッシュクーロンよって分子には9ダッシュが来ます。この両者の電圧は等しいですので、この式とこの式は等しいです。 このような方程式を作ることができます。ここから9ダッシュを求めます。9ダッシュは0.1となります。9ダッシュに0.1を代入すると、こちらの電気量は0.2クーロンとなります。こちらは0.1クーロンとなります。スイッチを閉じた後の、この両者のコンデンサにおける静電エネルギーを求めます。エネルギーを U2 とします。 静電エネルギーの公式、2分の1かける C 分の9の2乗を用いてこのような式を導き出せます。こちらの項はこちらのコンデンサにおける静電エネルギー。こちらの項はこちらのコンデンサにおける静電エネルギーです。これを計算すると7.5となります。スイッチを閉じる前の静電エネルギーは 11.25J でした。閉じた後は 7.5J でした。 スイッチを閉じる前のエネルギーから閉じた後のエネルギーを引き算します。11.25-7.5。これを計算すると 3.75J です。この 3.75J はどこで消費されたかというと、この抵抗の部分で消費されました。よって答えは3番の3.75が正解となります。